まず今日の日付です。平成30年11月4日30年ね11月4日で、福岡県、ここが佐原警察署の管轄になりますので、佐原、早いの良いで佐原って書いてもらってます。で、住所なんですけど、一応これ司法書類って言って、もし犯人とか捕まった時、裁判とかに使われる大事なやつなんで、よく住所とか 3-9-20 とか略字が許されないんですよ。なんで、この被害者の住所を書いてるの、このまんまこの通りこちらに書いていただいていいですか。ここが上ですね。はい。で、名前ですね。あ、一応その、しげとりを下で、ここ名前なんで、あんまりでっか書きすぎるとあれなんで、段階で、ちょっと入るような形で。電話は携帯でいいですね。携帯で。ご自宅固定電話あります？あ、ないです。ないですか。はい。で、あと次の通り、盗難被害に遭いましたで、盗難って、まあ、あんまり書かないんでわからないと思うんですけどじゃ盗むっていう字に難しいっていう字わかりますよ。大丈夫ですか、はい、普通の人とかもう私も警察とかになる前に盗難とかないとピンとこんというかあんまりわかんないんです。いいですか？はい。で、印鑑とかって今あります？いや、ないです。ないです、うん。じゃあちょっと手が汚れて申し訳ないんですけど、指紋をいただきたいと思いますので、うん、左手の人差し指になります。赤じゃなくて、黒のこっちですね。で、まずこの印のところをブロッと押していただいていいですか。で、最後にこの一応今書いた2枚の書類が一対のものですってことで、またがるような形で周りにここに縦にブロッとこうしていただいていいですか。はい、ありがとうございます。連絡先メモって言うんですけど、その盗難の保険とかそういうの入ってたりして、でもしそういうのが使えるのであればですね、一応今回被害届を受理したのが、私佐原警察署堤交番の菅と申します。で、もしその保険の関係でそのまあ証明みたいなのが必要であればですね、今この受理した被害届にだいたい1週間から10日ぐらいで受理番号って言って番号が付されます。この番号っていうのが佐原警察署の刑事課の事件係、こちら佐原警察署の代表電話になりますので、問い合わせていただいたらですね、番号が聞けるんで、もしなんかその証明の番号とかそういうのが必要とかっていう時は聞かれてください。わかりました。一応この裏にも、まあこれはいろいろ詳しいこと書いてますんで、まあよければすみません、ありがとうございます。以外に何か電話番号ないですか。
要は結局被疑者がすぐ捕まればいいんですけど、結構往々にして2年とか3年とか経って携帯の電話番号が変わっとって、多分変わることはないですか。例えばご実家とかなんか固定の番号とかあればできれば2つ書いていただけたら、ね、奥さんの番号とか。マジで一応この被害届が被害者に書いていただく、うん、書いていただいて過去妻携帯かなんか、あ、私が書くんですか、はい、これ本人さんじゃないといけないです。何番080。一応ですね、うん、関係者指紋といって今鑑識活動して、うん、もう直接転写法っていってドアノブにもベタって貼り付けて、うん、指紋いっぱいとりあえず映ってるものが出るような形で採取したんで、うん、まあ車は利用されると思うんで、あの要は被疑者の指紋とは別に指紋を分けますっていう形で関係者指紋っていうのを2人から指紋を取らないといけないんですよ。なんでちょっとなんかテーブルとかなんか借りれないですかね。そのこれなんか台かなんかあればいいんですけど、玄関こうやると硬いところじゃないと、ね、ああなるほど。あ、子供のピクニックとかで、あ、うん、なさか。なんかちょっと見ない。ちょっとこちら見ていいですか。あ、いいですよ。あんま見れなかった。うんうん、すいません、出した方がいいですか。これなんか台の上がないとちょっと多分取るのが取りづらいと。組み立てれば台になるんですよ。いいですかこれで。子供とかいるんであんまし一回外に出たらびっくりされると困るんです。生年月日、性別と、うん、で被害者と飲むで、まあ、被害者が本人なんで、うん、本人で縦書きになるんですけど、うん、住所と連絡先を書いてください。で名前からですね、はい、全部これからどうなんかからいいですか。
手切れは福岡市から、うん、ちょっとちっちゃい。別にその住所配布とかできる。あ、いいですか。仮想権とかで売るやつなんですけど、裁判とかには使われるようなもので。私も取ったことないと思うので、うん、ちょっと取り方説明しようと思うんですけど、うん、まず左の指紋から取るんですけど、うん、通常指紋ってこんな感じであれするんですけど、うん、要は被疑者がいろんなところで触ってるんで、うん、こっからこういう感じで、うん、こっちからこっちまでぐるっと半分取らないと、うん、はい、でまず左手から人差し指ですか、うん、でこれその左指が含まれたやつなので、うん、痛いですね。じゃあちょっともしあれだ自分でちょっとこうグリグリやってもらっていいですか。怪我してる。申し訳ないです。すいません。ちょっと思いっきりグリグリされるから。ちょっと痛くない程度じゃあ。全部。いや人差し指からまず、はい、でこのなんていうんですかこっち、うんうん、こからこういう感じで。あ、何もつけなくていいんですね。はい。これは。でグリって結構力強く。そうです。いいですか。で同様に中指もはい。あんまり痛いといけないです。じゃあご自身で。はい。で次次。はい。で小指お願いします。あ、いいか。通常その車利用されるのも、うん、奥さんと、そうですね。他の方そんなに頻繁に乗ったりはないですよね。うん、あんまないですね。わかりました。でも助手席とかは開けるんで絶対に。で次は、うん、あとどこ？結構いろんな角度から取らんといけなくて。あの指4本と親指を取るんですけど、うん、まず4本をこういう感じで取りますんで、この4本指スリ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 していただいて、斜めにこう乗るような感じで、ここでいいですか。はい、全部が入るような感じでグッと、はい、で親指なんですけど、うん、ここだけじゃなくてこの先っぽ、うん、要はここまでクリックやらないといけないんで、グッと押していただいて前にグッと押し込んでもらっていいですか。はい、うん、で次はまたこっちの斜めに、いいですか。はい、はい、で同様に親指もちょっと先っぽまで移るような感じで、はい、で最後小紋って言って手のひらの指紋を取ります。左手の前のあれにここベタッとなんか手のひらの腹のところをしっかりここですね。はい、でギュッと押し付けてください。はい、で次同様に右手、はい、もう一度ギュッと押し付けてください。はい、ありがとうございます。はい、これで OK です。であとこれ、その今、
監視したりで、苦節転写って言ってもドアノブにベタって貼り付けてるんで、まあ絶対何かしらもし被疑者が手袋とかしてない限りは映ってるものなので、あの立会人という形でこちらに署名、これですか、ね、名前をいただいて、自分の名前ですね、はい、これって手袋をしてたら、まあ手袋痕は映るでしょうけど、犯人と特定するのは正直難しいです。あ、例えば前歴があって、うん、その警察のデータベースに指紋のあれが残っとって、うん、なおかつ素手で触ったりしたら、あ、素手で触らん限りは難しい。結局指紋が出らんことにはそのドアの照合しようがないんで、それぞれのドアが映ってますね、うん、ああそうなんや。そうなんですね。だけ手袋もし軍手とかやったらもう難しい。難しいでしょうね、うん、ちょっと待ってくださいね。例えばタオルとかでも難しい。タオルでも繊維痕とかが残っても、でもそれがじゃあ誰のタオルかってなった時に、うん、被疑者を特定するって言ったらさっき説明したように防犯カメラとか何かしらの、左手の人差し指ですね、もう勝手に開けないようにさ、ここはい、重なるように、はい、そうですね、重なって、ここで、ね、同じように、はい、すいません、ありがとうございます、うん、水洗いで取れますので、ね、一応奥さんの方もその同様に除外するという意味で写真を撮らせていただきます、ね。ちょっと準備しますのでお待ちください。感じじゃなくて、このなんかヘリからこのシート、あれやったらこう怪我とかしてなくてもいいですけど、もしあれやったら自分でこうグリグリしていただいて、くるってこう、で横、そうですね、横をつけていただいて、反対のここまでグリッと回せなかったら、あ、上手です。で次、中へ。次、薬指になります。反対側まで綺麗に、あ、そんな感じで、小指を。はい、で、親指ですね。同様に右手を人差し指から
い方がやりやすい。はい、で次はですね、指の4本と親指の指紋を取りますので、ここ4つと親指こんな感じで取りますので、まず左手の4本の指にこうそのスリスリしていただいていいですか。はい、で斜めにこう指4つが入るような感じで、はい、でグッと押してください。はい、OK です。で次親指の指紋を取るんですけど、ここだけじゃなくてこの先っぽまでこうなんていうかスリスリしていただいて、前にグッと押し込むような感じで押していただいていいですか。でそのまま前にグッと、はい、で次同様に右の4本指をお願いします。グッと押してください。はい、で同様に右の親指で先っぽまでしっかり、最後は掌紋といって手のひらのちょっと指紋を取りますので、左手からまずこう手のひらのところをスリスリしていただいて、ここにも校内の駐車場にある、もう毎日うちが日のところの専用の専用のタイヤ、あとのここのこうそこあるんだけど、ここは向こう側に駐車場、別の駐車場ですよ。でここは貸し入れる、はい、ここは借りてるんですか。そうですね、で、同様に右側に貸します。はい、はい、ありがとうございます。これで終わります。一応これ特に体に害があるんですよね、多分。ああ、いいですよ、もうそのままでいいです。いいですよ。一応これでまあ被害届の受理、鑑識作業、実況見分終わりましたので、あとはまあその今後もし犯人出てきたり捕まったりした時は何らかの連絡がありますので。わかりました。はい、これです。これで決まります。あ、すみません、ありがとうございます。鍵しっかり閉めてください。もうそこだけはもう、ね、不安に置かないように防げるものはもうちょっと防いでもらってから、うん、仕方ないものはね、うん、出します。お願いします。わかりました、はい、すみません、ありがとうございます。なんか分かったら連絡もらえるんですよね。そうですね、あとですね、一応その私たち交番から来た勤務員なんで、はい、被害届とか初動捜査って言って、まあ、最初にしなければいけないことはしたんですけど、うん、あとはそのこの辺の捜査をするのが刑事課の盗犯係って言って、刑事課もその暴力とかいろんなあれに分かれとって盗みそういうの専門にする人たちなんで、もし何らかの連絡があるとすれば刑事の方から捕まりましたとかあるんで、私たちが直接連絡することはもう今のところあります。わかりました。であくまでも佐原署から来るっていう。そうです、刑事課からですね。はい、でこの書類とかも今全部したら刑事課の方に引き継いで、あとは刑事課が捜査を行います。わかりました。一応今できることは私たちも精一杯やったつもりなんで、捕まることで私たち当然望んでるんですけど、一貫性ちょっとね、カメラとかもないんで、ちょっとどうかなっていうところはあります。そこはもうちょっと。あ、いえいえ、もうありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございました。はい。